はい、皆さんこんにちは。SGP フォレスター TV です。さあ、ついにフォレスター D 型先行予約が始まりました。そして私もですね、早速、こちら、じゃん！ D 型の会員パンフレットいただいてまいりました。皆様、こちらのね、会員パンフレット手に入れましたでしょうか？まだですね、いただいていない方は、お近くのスバルディーラーに行けばですね、もらえると思いますので、ぜひぜひチェックしていただければと思います。そして今回はですね、このフォレスター D 型をですね、ちょっとじっくりと見ていきたいと思いますので、最後までですねお付き合いいただければと思います。まずですね、このフォレスター D 型の正式発表の予定ですけれども、こちらになりますね。8月発表予定となっております。まあちょっと半導体とかね、いろいろな影響でどうなるか分かりませんけれども、とりあえず夏発表されるということです。そしてこちらのですね、トップ画面見ていただくとですね、もうこの D 型フォレスター、これはアドバンスグレードになりますけれども、皆様いかがでしょうか？今回のね、このフォレスター D 型のフロントマスク、ガラッと大きく変えてきました。そしてこのフロントマスクに衝撃を受けた方もね、結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。私もね、そのうちの一人ですけれども、まあこのように、じっくり見ていると、だんだんなかなかいいんじゃないかなと思えてきたりもします。で、結構ね、この、斜め前から見たこの角度はなかなかいいんじゃないかなという印象がありますよね。じゃあ次行ってみましょうか。次はですね、こんな感じです。ダダーン。ね。ドアップですね。すごいですね。これはドアップです、本当に。もうね、このフロントマスク、やっぱかなりね、迫力があって、で、これまでのフォレスター ABC に比べると、なんかこう、未来的なね、デザインになったかなという感じがありますよね。で、結構多くの方がね、違和感を抱いているのはやっぱここでしょうね。目元だと思います。で、これまでのフォレスターだと、このヘッドライトユニットがこの下ですよね。ここまで来ていましたよね。そしてウインカーがここですね。ここに入っていました。で、今回フォレスター D 型はですね、ここです。この部分がですね、ポジションランプとウインカーをね、兼用するというタイプになってます。これはもう新型レボーグと同じ、機構になるかと思うんですけれども、ここにね、ウインカーが映った分、ここの今までウインカーがあった場所がいらなくなったと。なので、これまで3年間ここにね、ウインカーがあったのに見慣れておりましたので、よりね、なんか違和感を感じてしまうのかなという印象はありますよね。この辺りはね、おそらく実車を見ると若干こう、なんか印象というのは変わってくるかなとは思うんですけれども、まあちょっとこれは何とも言えない、実車を見てみないと何とも言えないかなという感じがしております。で、このねフォレスター D 型はフロントフェイスにね、注目が集まりがちで、サイドリアは一体どうなってるんだといったところですけれども、こうなっております。こちらはね、フォレスタースポーツですね、会員パンフレットからご紹介しますが、正直、サイドリア、変わりないです。で、個人的には、ちょっとこの辺り、残念だなという感じがあって、このね、フロントフェイスが結構未来的なね、デザインになったので、なんかちょっとバランスがどうなのかなっていうところがあって、もうちょっとね、サイドリアのデザイン変えてくれると、よりねバランスが良くなるのではないかなと思うんですけれども、もうちょっとサイドリアもねいじってほしかったなっていうのが、個人的な感想です。ではまたね、下の方に行くとですね、今度は内装ですね。この内装いかがでしょうか？結構渋くなったなという、印象がありますよね。で、これはですね、アドバンスグレードにオプション扱いとなるですね、ナッパレザーシートが採用されている、画像になります。でこのナッパレザーシートはですねブラックとブラウンから選択できるといった形だそうなんですけれども、こちらはですねブラウンのナッパレザーシートが採用されているといった形になります。でこれまでねブラウンのレザーシートアドバンスグレードにねオプションとして設定ありましたけれども、それよりですねなんかやっぱりこのブラウンの色味が若干濃いような感じがしておりますね。なのでこれまでのレザーシートよりやはり高級感を感じられるかなといった印象があります。結構いいかもしれないですねこれ、うん、結構渋くてよりこう大人なね印象になったかなという感じがしてます。そして下行きましょう。下に行くとですねニューフォレスター進化ポイントということで、新しくなったポイントが掲載されています。でまず1つ目のねポイントとしては新世代アイサイトを全グレードに標準装備となっております。で今回のフォレスター D 型の、最大トピックはおそらくこれになると思います。ただ新世代アイサイトといっても、アイサイト X は、装備されません。アイサイト X はもうフルモデルチェンジレベルのモデルチェンジじゃないと、搭載できないということらしいので、今回は新世代アイサイトのみの設定になっております。ただですねこの新世代アイサイト、新型レヴォーグと同じねアイサイトになりますけれども、新型レヴォーグでこう何度かね、ロングドライブしたり街乗り試乗したりいろいろやりましたけれども、やはりこれまでねフォレスターに積まれていたアイサイトツーリングアシストに比べると制御の緻密さとか対象物の捉えるスピードとかこの辺はですね明らかに向上しているなという感じがありますので、アイサイト X が乗らなくてももうこの新世代アイサイトが乗ればですね、結構な満足感を得られるのではないかなという感じはしてます。ただやはりねアイサイト X への期待値っていうのが、自分も含めそうですけれどもかなり高かった部分があるので、今回この D 型でそのアイサイト X が乗らなかったことに対してやっぱりこの D 型を待ち望んでいた方々からにとってはですねもう大変がっかりすることだったと思います。いやなんでアイサイト X 乗せてくれないんだよってね、思った方結構いらっしゃると思うんですけれども、アイサイト X はちょっとこの段階では載せることができなかったということですね。これは残念な部分ではあるんですが、フルモデルチェンジのフォレスターに期待したいなという部分ではあります。ただアイサイト X が乗らないことに対して全然悲観することはなく、この新世代アイサイトでもねこれまでのねアイサイトツーリングアシストの機能が向上されたり、あとは新しい機能が追加されて入ってたりするので、この辺は正常進化と言えるのではないかなと思います。でここに掲載されているのは従来のアイサイトツーリングアシストに比べて新世代アイサイトは視野角が広くなっていますよということがね掲載されています。従来比の約2倍の視野角を持っているということです。でさらにこのステレオカメラがこれまでのね吊り下げ式ではなくてガラス面にベタッとくっつくタイプになったということですね。でこのことによってねカメラのレンズに触れる心配がなくなったので、これは非常に良いことだと思います。そしてポイント2ですね。ポイント2、力強さとたくましさをより際立たせたフロントフェイスでございます。先ほどもご覧いただきましたけれどもね、このフロントフェイスですが、新たなデザインコンセプトボルダーを採用しているフロントフェイスになります。このボルダーっていうのは新型レヴォーグにも採用されているねデザインコンセプトでありますけれども、それがフォレスターのフロントマスクに採用されたといった形になります。でちなみに、これまでのフォレスターはこんな感じです。いかがでしょうかね。先ほどここのちょうどここの部分ですよね。ここの部分が、ボディと同色になったといった形です。もう一度新型いきますよ。新型、従来型、はい、こんな感じでだいぶね、もう見た目というかフロント、フェイスの印象はだいぶ違うなといった感じですよね。すごいですよね。早くこれ実写見たいですね、これさ D 型の、うん、そしてポイント3いきましょう。ポイント3はシートですね。シートについて書かれております。さまざまなアクティブライフに応える幅広いシートバリエーションということで、今回ねシートバリエーションがね結構変わりましたね。まず X ブレーク、これまで撥水シートがね採用されていましたけれども、フォレスター D 型からは撥水シートではなくて防水シートになったということです。防水シート、個人的にちょっとね蒸れが懸念されるかなっていう印象があって、まあ、この辺りねちょっと実際に乗ってみないと何とも言えない部分はあるんですけれども、まあ、個人的にはね正直言って撥水で良かったかなと思ったりもします。でアドバンスにはですね、先ほどもねお伝えしましたが、メーカーオプションとしてナッパレザーシートが選択できるといった形ですね。でカラーがブラックと、ブラウンという感じでございます。結構個人的にはどうかな、ブラウンの方がなんかいいかなっていう感じですかね。ブラウンの結構色味良さそうですからね、この辺りも、実写でねちょっと早く確認したいなと思います。そしてスポーツには、ウルトラスウェードプラス、本革のコンビシートですね。これは、C 型フォレスター、私が乗っているフォレスターと、変わらないかなという印象があります。そしてポイント4ですね、カラーですね。新色3色を追加し、最大10色から選べる豊富なボディカラーということで、今回ね新しい色が加わりました。カスケードグリーンシリカ、そしてオータムグリーンメタリックということです。この辺り結構面白そうな、なんかフォレスターらしい色合いを持っているんじゃないかなという感じがしてますね。うん、この辺りのカラーもね実写を見て、確認してみたいなという印象があります。そしてブリリアントブロンズメタリックっていう、カラーも、追加されております。このカラーも面白そうですね。なかなか良さそうな、カラーだと思います。そして次、アクティブライフを支えるフォレスターのコアテクノロジー、まあ、この辺りはねこれまでと変わらないです。フォレスター D 型も e ボクサーシステムと、1.8 リッターのターボ CB チャージエンジンを搭載したスポーツですね。これで構成されるので、この辺りの変化っていうのは、従来と変わらないかなと思います。ただ今回のフォレスター D 型ではですね X モードの制御が若干変更になっていますので、これはね一つ面白いかなと思います。そして次はねフォレスターのラインナップ、見ていきたいと思います。まずはねツーリングいきましょう。でツーリングは e ボクサーを搭載していて、でさらに撥水シートを採用しています。で撥水シートは、今回、アドバンスにも採用されています。でこの下の方見ていくとですね、これ内装に関しては従来型と変わらないかなという感じですね。ホイールのデザイン、こちらもですねツーリングはこれまでのデザインと変わりないかなと思います。でE アクティブシフトコントロールっていうのが今回 e ボクサーモデル全グレードに装備されております。で結構この E アクティブシフトコントロールはですね、ワインディングなんか走るとエンジン回転数をキープして走ることができるので、結構ねこれがあるとワインディングでの走りがよりね面白くなるかなと思いました。結構これいいですよ、 E アクティブシフトコントロール。そしてボディカラーですけれども、こんな感じですね。クリスタルホワイトパール、アイスシルバーメタリック、マグネタイトグレーメタリック、クリスタルブラックシリカ、クリムゾンレッドパール、カスケードグリーンシリカ、オータムグリーンメタリック、ホライゾンブルーパール、ダークブルーパール、ブリリアントブロンズメタリックということで10色から選択できるといった形になっています。そして次 X ブレークでございます。X ブレーク、なんかかっこいいなこれ。なんかかっこいいぞ。X ブレークも e ボクサーです。e ボクサー搭載のモデルになります。この画像結構かっこいいですね。で、X ブレークはですね、先ほどもお伝えしましたけれども、防水シートになっていて、この内装色、ご覧いただくと分かりますが、これまでの X ブレークに比べて、オレンジしてないなという印象がありますよね。従来型はですね、ここのエアコンの加色がオレンジだったりしたんですけれども、それが多分黒かな、ブラックになっているのかなと思います。で、オレンジが入っているのはこのシフトノブのところとハンドル下のところ、そしてあと X モードのダイヤルかな、これもオレンジですね。で、これまでこの、シフト周りを囲ってた、加色がオレンジだったんですけれども、これは何色だろう、ブラック系なのかなっていう感じで、パッとした見た目オレンジ感が弱くなったなという感じがあるので、結構これ受け入れられるんじゃないかなと思います。これまでね、オレンジ、内装のオレンジがちょっとなっていうことで X ブレーク敬遠されていた方いるかと思うんですが、今回はね、そんな心配はあんまりないのかなという印象があります。そしてこちら、ホイールはこれまで通りのデザイン、そしてこれですよ、丸型6連。これはですね、北米でね、販売されるアウトバックウィルダネスと一緒の6連フォグだと思います。これはいいんじゃないですか、かっこいいと思いますよこれ。そしてラゲッジボードね、この辺りは従来通りですね。で、ボディカラーは X ブレークの場合4色ですね。クリスタルホワイトパール、アイスシルバーメタリック、マグネタイトグレーメタリック、クリスタルブラックシリカでございます。どの色がいいかね、 X ブレーク。結構マグネタイトグレーはかっこいいです。で、ちなみに私が以前所有していた X ブレークはこちら、クリスタルホワイトパールです、そして次アドバンスいってみましょう。アドバンスも e ボクサー搭載の、モデルになります、で、やっぱりアドバンスの、トピックはこれですね、ナッパレザーシートがオプションとして選択できるといった形でしょうか。で、あとこれですね、ホイールのデザインが変わりましたね。結構このデザイン、彫りが深くなってなんかかっこよさそうな、そんな印象です。そしてこれも変わったかな、シルバー加色付きリアバンパーガード、多分従来型はこのディフューザー形状ですよね、これはなかったので、おそらくこちらのデザインも若干変わっている気がします。そしてボディカラー、先ほどと同じ10色から選べますね。クリスタルホワイトパール、アイスシルバーメタリック、マグネタイトグレー、クリスタルブラックシリカ、クリムゾンレッド、結構このレッドいいよな、カスケードグリーン、オータムグリーン、ホライゾンブルーパール、ダークブルーパール、ブリリアントブロンズメタリック、ブロンズも結構いいかもしれないですね。そんなね、10色から、選択できるといった形ですね。そして最後スポーツ、今ね私が乗っているスポーツです、スポーツはですね、1.8 リッターターボ、で新型冷房具と同じ CB チャージエンジンを搭載しております。これもなんか結構格好を見るとかっこいいですね、でスポーツの内装に関しては多分、私が乗っているスポーツと変わらないですね。変わりないです、でホイールのデザインが変わりました、アドバンスの、デザインと一緒かな、これは一緒ですね。アドバンスのデザインの色違いといった感じでしょうか。あとまあこの辺のフォグ周りのねデザインも若干変わってるかなという印象です。そしてボディカラー、これもね10色選べますけれども、結構これいいかもしれないね。ホライゾンブルーパール結構かっこいいかもしれないです。じゃあまずまたこちら、クリスタルホワイトパール、アイスシルバーメタリック、マグネタイトグレーメタリック、クリスタルブラックシリカ、クリムゾンレッドパール、カスケードグリーンシリカ、オータムグリーンメタリック、結構これもかっこいいかもしれない。ホライゾンブルーパール、ダークブルーパール、ブリリアントブロンズメタリックということでございます。さあ今回はですね、フォレスター D 型をチェックしましたけれども、皆様はどのグレードがお好みでしょうか。そしてあなたならどのグレードを購入するでしょうか。そしてこのチャンネルではですね、もう当然このフォレスター D 型試乗動画お届けしていきたいと思いますので、ぜひぜひチャンネル登録していただいてお待ちいただきたいと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。引き続きチャンネル登録もお待ちしております。